一です。今日はですね、劇団四季の美女と野獣を見に来ています。舞浜アンフィシアターにて2022年10月よりロングラン上演中のディズニーミュージカル美女と野獣、愛がテーマの魔法とか野獣との、今日はね、若手俳優2人を、招待することにしました。というのも、まあ舞台俳優っていうのは結構生活苦なわけですよ。芸術家とかね、音楽やってる人とかお金あるイメージあんまりないと思うんですけど、まあ、皆さんは思ってる5倍ぐらい貧乏です。やっぱ一流の舞台っていうのは一流の値段がかかってくるんで、そんな気軽に見れないじゃないですか。でもね、そういう人にこそやっぱ見てほしいし、プロになっていく過程でいいものを見続けるべきだと僕は思うわけです。ということで、アメリカから帰国して節約して貯めたお金を使ってね、若手に舞台を見させてあげるということです。たくみです。あやかです。劇団四季の美女と野獣に連れてきてみました。テンション上がりません？いや、めっちゃ上がります。やばいっす、本当に。舞浜駅降りたらさ、ここに来るまでのルートがもう楽しくない？いや、楽しくない。ほんとその通りです。まずなんか、いいっすよね、ディズニーのなんか。まずはたくみくん、劇団四季に憧れて歌やダンスを修行中の若手俳優。こちらはあやかちゃん、海外での活動も視野に入れているスーパーダンサー。美女と野獣見たことあります？初めてです。四季はないです。あ、本当？四季ある、ちっちゃい頃にあった。たくみくんは初めて？俺はあのサークルの時に、はい、あのやったことがあって。あ、そうなんだ。すごい思い入れが深いんですね。あ、それいいっすね。まあなんか僕は昔出てたから逆に見たことないたくみくんとか生の感想が出てくるじゃない。どういう感想を抱いたのかっていうのもちょっと気になるし、あやかちゃんみたいに、え、昔見た？もう小学生。でも昔見た時と演出変わってますから、違いもね、楽しんでもらえたらと思います。はい、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。わあ、やっぱ美女と野獣いいね。本当に楽しい。いや、わかる、すごくいいよね。僕野獣好きなんです。歌ってもいいですか？ダメだよ、何言ってんの。彼女は今我が届きの。どうでしたか？最高です。めっちゃ良かったです。めっちゃ良かったね。だから美女と野獣にしたのは偶然なんだけど、この辺もこう選んで、なんか俺も誇らしい。なんか全然覚えてないかなと思ったけど、結構覚えててたくさんあって、まあ、それはそれですごい面白かったし、アンサンブルの良さでその迫力感が出てて、今の美女と野獣すごいなって。お気に入りのキャラクターとかいました？もちろんベルは良かったです。本人そのもの、ね、ああいうキャラなんだろうなっていう仕草とかが可愛かったし、うん、品がありますよね。そう、ルフーが私のお気に入りでした。やっぱりキャラが立ってるってのもあるし、かつ踊れるってのが私の。あ、ルフーの方はね、めちゃくちゃ踊り上手な方ですから。うん、ダルクとかわかります？ダルク、なんもない。あの黒い服着てた。初めて見たんですよね。初めて見ました。もうやっぱそのタイナンバーが連続してくると、もう圧巻としか言いようがなくて、ずっと鳥肌立ってたし、もう後ろ組の人たちが可愛すぎて、本当に今日はありがとうございます。今日の舞台見て、まあなんか一つでもなんかこう、あ、これいいなみたいのがなんかあれば、それを吸収して未来に役立ってればいいなと思うんですよね。ありがとうございます。普段の感想はないんですか？そう、聞きたいです。僕の感想ですか？今日のキャストさんとか素晴らしい人が多かったし、やっぱ間の取り方も上手いから、もうちょっとこの間を取ってこう見たかったなっていう部分もありますよ。それは美女と野獣はまずね、美女と野獣っていう話が面白いですから。本当にそれに加えて一流の集団の劇団四季がやってるから、もうそれ一流かける一流で、見る側の年齢も変わるからさ、うん、なんか感じ方変わるよね。そう、モリースとかに共感する部分も出てくるかもしれないですからね。ということで、今日美女と野獣を後輩たちと見に行ってきました。楽しかったです。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。